というわけで、一生の一日を待たずして第2週に突入しましたけども、今から約1ヶ月半前に都内に引っ越したんですが、今回はそのスタジオ最後の一日を撮影しました。というわけで今回は、メンバーを置いて単身で東京に出た理由なんかもね、最後の方に話せたらなと思います。でまあスタジオ入ったらまずはドリンクですね。その日の気分でなんか一本決めるんですけど、この日はお茶ですね。でこの日の予定としては、この後打ち合わせを挟んで最後の、打ち上げ的な撮影をして、で出る前にちょっと全体会議をしてっていう予定です。このね、一番奥の席に行くときにいつもね、西尾が作業してるとちょっとこう椅子を前に出してね、寄ってもらわなきゃいけなかったんで、僕も出たり入ったりするのはちょっと申し訳なくなってね、なんかそれはちょっと気使ってましたね。なんかその感じもちょっと懐かしいですけど、この非喫煙部屋のメンツも結構なんだかんだ好きでしたね。僕と西尾と純也で、基本俺と西尾が話してて、西尾がなんかちょっとわけわかんないこと言ったのに純也がクスクスしてるみたいな、でたまにそれを西尾に見つかってなんかちょっと怒られてるみたいな、そんな感じでした。これアホ面ですけど、集中してやってますね。僕集中すると口開いちゃうんですよね。一応なんかプレミア公開の最後になんかコメントで、この後インスタグラムで生配信しますみたいな感じのコメントを入れて、で同説がやった、行くぞ、行きますか、うっす。西尾くんが呼びかけてくれて、打ち上げに行くという。昨日のさ腕相撲でさ筋肉痛なんですけど。あ、それわかるわ。だよね。腕相撲よりもあれだわ、一段の方がきつかったわ。今日ずっとギリだったんだよね。そうだよな、あんな麺だけ食ってた。麺食ってスープを飲み干したいと思うんだからね。スイッチはいらないし、スイッチいらないか。で、1階では、撮影の準備、いや基本やっぱ安西がサブ担当なんで機材の準備をするといういつもの光景ですね。これが僕にしよう、安西純也以外は全員遅刻っていう感じですね。だからこうやって運行されちゃうんですよね、遅刻するから。はい、津田沼に着きました。なんか焼肉に行こうみたいな話だったんですけど、すごいね、やってないと、予約しとけと、そんな感じですね。ジャンボとかジャンボは7時半ラストオーダーで8時まで。あ、やばいやん。別に俺正直焼肉じゃなくてもいいからな、別にどこでもいいよ。また何が食べたい。で別の焼肉屋が入ったので、そこにそのまま流れ込む感じで入りました。
で撮影が終わったと。ありがとうございました。編集で作ると終わる。終わる。よし、テンパった感じが終わった。楽しみ。まさかの店員さんがね、視聴者だったというのは、この最後にバラされるパターンで、あれ変な話しなかったかなっていう、毎回ちょっとヒヤヒヤしますね、このパターンは。車に乗る前に何かタバコを一服するのを待つという、これももう見慣れた光景ですね。この遠さであいつらがタバコ吸ってるのを見て、なんか哀れだなこいつらっていう感じで見てますね。まあでもなんかもうこの光景もなかなか見なくなるのかと思うと、ちょっとなんかこう寂しい感じもやっぱありますよね。安西めちゃくちゃ怖いんだけど。あ、そうだ、声開けんのかなと思ったら何やってずっと見てたもん。いや、その横通り過ぎるぐらいにうわって言おうと思ったんだよ。はい、帰ってきたら、グループの全体会議をします。方針会議みたいなのは、まあ、月曜日に改めてやろうと思うんですけど、とりあえず昨日決まったこととかをいろいろ、まあ、現時点で一旦共有って感じで、まあ、まず年間スケジュールから、現時点で決まってるもの、まあ、この会議でいろいろと話しまして、僕たちはね、陶芸家だったんですよ。山ごもりしてこだわったものをみんなで作っていきましょう、そのせいで誰か見てくれるだろうみたいな投げやりだったんですよね。こだわった動画を作れば誰かが見てくれるだろうみたいな、まあ、その姿勢自体は僕は決して後悔しないし、今後もやっていきたいなと思うんですけど、なんかこういいものを作るだけじゃなくて、それをちゃんと広げていく努力をしてってる人がどん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 自分たちのことを追い抜いてってるのをやっぱずっと見てきましたからね、この2年ぐらい。 TikTok をなんかうまく使うとか、ちゃんと SNS やるとか、作るだけじゃなくて広げていく努力もちゃんとしないといけないんだろうなっていう、それを誰がやるかって言ったら、まあ僕がやんないといけないとか今になっては思ったり。僕がそんな中このスタジオなんで出るのかという問題ですが、まあ大きく3つぐらいありまして、やっぱ現場にいるとね、こう身近な問題とか内部の問題にしか目がいかなくなるんですよ。なんかこういう工夫したらここの部分は改善できるんじゃないかとか、そういう現場視点の意見も大事なんですけども、僕がやんないといけないのは、まあリーダーとしてこれからこのグループがどこに向かうのかとか、じゃあそのために何をしないといけないのかっていう目を向けるところは外だったりするんですよ。まあそれに加えて中のことはもう土井谷に全部任せたいっていう、土井谷が自分なりにやりたいようなことがある中で俺がいたらちょっとやりにくいだろうし、そうなった時に自分がこの現場にいる必要はあんまりなくて、さっき言ったなんか山ごもりしててこだわって作ってる中、僕は近くの都市に出かけて、そこで自分たちの動画作ってる動画すごいですよって広げたりとか、一緒に作りませんかとかっていう仲間を集めたりとか、そういうところでグループを成長させていく役割なんだろうなっていうのが、やっぱり外を向いていかないといけないし、みんなと一緒のことを先頭切ってやってるだけじゃダメなんだなってこの1年感じたんで、都内に出ました。正直ね、今1ヶ月半ぐらい経ってますけど、やっぱりみんなとがいるスタジオとかね、その津田沼に帰ってきてる時の方がやっぱ楽しいですよ。都内はもう友達もねいないですから僕は。そんな中ね、こうメンバーと
くだらないサブちゃんを撮る時間が尊いなと思うようになりました。今後ともダイニングループのことを応援よろしくお願いします。そして何か今後皆さんと一緒に面白いものを作っていきたいと思っています。その座組を整えたいと思ってます。